込めたの芸人ばっかり7人集めた定番組受け取った。みんなよく知った中で息も合ってたんやな。ほんである日女芸人赤い顔してもじもじしとった。なのふりやねん、うち結婚すんねん、綺麗なうちを見に来て口説けばよかったと悔やんで。共演当日今日はあかんず、相手の新郎素人や両親や親戚も来てはんねんとか言うてるやつ、さっきご挨拶が遅れました。あそこの席に座ってるのが元カレです。唇を切ってもた席を切ったようにみんな突っ込み出した。事務所の社長スピーチ長すぎ、3人寝てますわ、えらいかしこまった新婦やなって。おとんかい、同じかえな、両親の手紙そこで噛んだらあかん、みんな笑とるがな、似顔絵の皿いらんねん、バームクーヘンに変えて。おいおいマジかいな、笑いのためなら女を捨てれる君が今日は何顔して幸せそうにしてんねん。初めて見たわ、あんたらお笑い芸人のくせしてみんなして泣かすな、見てられへんな、もうええわ、幸せになり。7人のツッコミ花嫁編、リンコネクト。